続いては JPX デリバティブフォーカスのコーナーです。電話でお話を伺ってまいります。今日のお話は楽天証券経済研究所コモディティアナリストの吉田悟さんです。はい、吉田さんおはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。今日はどんなお話でしょうか。はい、まず、資料を持ってきていただきました。これが、はい、年初から主要商品、はい、主要投資対象の、騰落率そうですね、出してますね。はい、さまざまな銘柄を見ておりまして、合計、24あるんですけれども24、はい、でその中で、上がった銘柄下がった銘柄ということを確認してみたんですけれども、はい、まあ、やはり、上から2番目にですね、金の上昇が、まあ、目立っているということが分かります。はい、なおかつ、まあ、原油ですとかさまざまなそういう、まあ、景気に連動しやすい銘柄については、まあ、マイナス圏ということになっておりますので、まあ、やはり、はい、今年の前半というのは金が強かったのかなというふうな印象を受ける資料ですね。あ、そうか、ちょうど、はい、今折り返し点ということになるんですよね、うん、今年の、ね、相場の、はい、そうですね。はい、原油が現在マイナス 37.6%、はい、金は逆に 15.5% のプラス、はい、ということですね。はい、ナスダックよりも強い。そうですね、ナスダックも強いんですが、それよりも金が強いということになっていますね。はい、ただ、まあ、ポイントとしてはこれドル指数を見ていただくとですね、これ上から 5番目か、はいはい、これまあドルも高いんです。はい、ですのでドル高でもあり、まあ、ナスダック、まあ、株高でもあり、はい、金も高い金高でもあるというのがですね、うん、まあ、前半の振り返りなのかなというふうに思いますね。そういうことですね。はい、なかなか珍しい組み合わせ、はい、ということになりますかね。そうですね、はい、この珍しいその組み合わせについてはその説明としましては、はい、一つその考えられるのが合計5つその変動要因があると、金ですね、金の変動要因ということで、まあ、これらをまあ網羅していく、まあ、網羅的に考えていく必要があるのかなと考えているんですけれども、はい、まあ、つまりその何かこの有事のムードが強まってくると何かあるとこう金が買われると、うんうん、まあ、これはこれで、はい、あると思います。うん、で同時にその代替資産というつまり株の代わりとして金が買われる売られるということもあるとありますし、はい、なおかつこの3番目のこの代替通貨、例えばそのドルの代わりに金が買われる売られると、まあ、つまりそのドルの代わり株の代わり何かあったらっていうこの 1,2,3 が1,2,3、はい、はい、重なっているとなってきますと、どれかで上がる要因が出ればどれかでこう下がる要因が出ると相殺されて層になっているっていうそういう図式だと思うんですね。あ、そうですね。はい、そのそういう意味では株が高いときにも金が上がることもありますし、うん、ドルが高いときでも金が上がると、はい、つまり、はい、代替資産代替通貨以外の有事のムードが強まってくればその株高ドル高というその金の下げ要因を相殺して金がなおかつ上がると、うん、いうことが起きうるということだと思うんですね。4、5は、まあ、実需につながるものでしょうかね。周囲、はい、はい、飽食需要、そうですね、はい、これはまあ少しこう長めの期間を見て必需に関わるものというふうな認識で、はい、良いと思います。はい、あとは中央銀行もということですね。そうですね、これは長期の保有者ということで中央銀行の存在も意識をする必要が、はい、あると思いますね。今の局面では、はい、その 1,2,3、はい、有事代替、はい、資産代替通貨という、はい、 そこら辺が表に出てくるというところなんですね。はい、そうですね、はい、この3つが搭載されて価格が動いているというふうな認識でおります。ですかね。はい、うん、相乗効果みたいなね。それで、そうです、はい、さらにその、はい、まあ、今年の場合はやっぱり、はい、そのコロナの影響というのは結構大きいんですよね。そうですね、まあ、コロナの影響大きいですね。まあ、不安心理を強めるということもありますし、はい、なおかつコロナがあることによって欧米 その大規模な金融緩和というテーマが出てきますので、はい、まあ、金融緩和が行われるほど通貨の、まあ、価値が薄まってしまう懸念が強まってきますので、うん、それによって相対的に金が買われるという側面もありますので、うん、やはり、まあ、コロナがあることによる複数 の側面から金の買い材料が、まあ、生まれているということだと思いますね。うん、はい、そういうことですか。
ですね、さっき挙がったさまざまな要因が増幅されているという形でしょうね。はい、そうですね。はい、そうですね。で、まあ、第2波というその懸念が今テーマになっていますけれども、まあ、この第2波についてもその不安心理を強めていくであったり、金融緩和増幅、期待増幅であったり、うん、株価不安定化懸念であったり、こういった部分が、うん、それぞれ有事のムード、代替通貨、代替資産というところで、はい、金の買い材料になっていく可能性はありますし、うん、この状況がこう長引けば長引くほど長い目で見た場合の実施ということで、中央銀行や中央銀行の影響が出てくると思いますので、うん、またこういったその材料 の構造を理解することが重要なのかなというふうには思いますね。あ、そうですか。その中央銀行の保有増というのは、はいはいはい、その市況が上がってそれでもってさらに、はい、保有する動機が強まるということでしょうか。はい、そうですね。価格が上がってくるとですね、価格が上がるとき その状態として不安なその状況が続いているということだと思うんですね。そういった部分でいうと、価格の動向によってその保有量をこう変動させるよりは、うん、その状況に応じて保有量を変えているというふうな認識だと思うんですね。ですので、はいはい、中央銀行についてはその不安が高まっている、あとはその自分の国 の通貨が不安であると、うん、なってくれば、自分の国 の通貨の代わりに金を持つと、金を持つといえばどの国に持っていってもその換金できますので、まあ、そういう意味ではその中央銀行の保有というのは状況に応じた金の保有高の増加というふうな要因だと思います。あ、そうですね。そしてここに金価格の推移、はい、チャートを持ってきていただいてますが、はい、オレンジ色が国内の市況ですね、はい、でブルーが CME の先物の市況、はい、そうなんですね、はい、このブルーの方なんですけども、これが先々週ですね、アメリカの大手金融機関が2000ドルまで上がるといったやつなんですが、2000ドルというとですね、今1780円近辺ですけれども、今から、まあ、200ドル以上こう上値余地があるという話になってきますけれども、うん、まあ、ここが、まあ、どういうふうな要素で、2000までいくのかなというところを考えていくと、まあ、今の相乗効果という部分ですよね。複数 の材料があって、その材料がこう重なっていることによって、上値を伸ばしていくという、うん、いうふうなイメージをしておりましてですね、はい、まあ、そういった部分でいうと不安心理を、まあ、煽っていくようなこうズレというふうに書いたんですけれども、ほうほう、世界各国で発生しているそのズレというのがさまざまありましてですね、はい、例えばその国家間のズレであったり、その人種間のズレであったり、こうリーダーと一般人や一般人の間のズレであったり、その経済情勢や中央銀行におけるそのズレというのがさまざまなところで発生をしていまして、うん、まあ、いずれもそのまあコロナが主な要因になっているわけなんですね、うん、でこのズレが発生することによってさまざまなところでこう不安要素がこう拡大をしていくということだと思いますので、うん、このズレが一気に埋まるであったり、その、まあ、治るというふうなことがない限りは、その今後もこうズレがこう拡大をしていって、不安が膨らんでいって、金 の上げ要因がこう強まっていくというふうなイメージでおりますので、ズレですか、まあ、2000ドルをこの目指していくためにこう必要な要素なのかなというふうには思いますね。国家間、人種間、そしてリーダーと一般人、はい、一般人の間でも感覚の違いがある、はい、そうですね、経済情勢ももちろんそう国によって違うし、はいはい、中央銀行のスタンスも違うと、はい、あ、そうなんですね。こういうズレっていうのは細かいかもしれませんけれども、たくさんこう集まってくると大きなその懸念になってきますので、まあ、こういった部分でいうと、その大きな懸念がそのいずれその不安要素を拡大させて金相場を押し上げる要因になっていくというふうには考えております。投資家の心理に不安要素の拡大と、はい、につながっていくと、はい、そういうことですか。まあ、はい、まあ、状況がなかなかまだ読みにくい、はい、その先行きが読みにくい、中ですから、やっぱりそれぞれの認識が違ってくる、はい、立場によって、あるいは国、はい、地域によって、はい、違ってくるというのはやむを得ないんでしょうね、はい、これね。そうですね、やっぱりこう、まあ、分断という言葉もある通りですね、はい、まあ、難しい状況だと思うんですね、うん、まあ、まあ不安が拡大しやすい状況に今あるということだと思いますね。はあ、そこで私たち投資家がその取るべき態度というのはどういうことなんですか。はい
はい、3密回避っていう言葉がありますけれども、まあ、これをその投資家に置き換えてみるとどうかということなんですけれども、はい、やっぱりその過去 の, その常識からこう自分を離すということ、密の回避というのはその自分をこう相手から自分を離すという意味もありますので、うん、まあ、そういう意味では常識から自分を離すとか、はい、集団心理から自分を離すとか、過去の体験からこう自分を離すという、こういうこの3つ の, この3密回避ということをやっていくと、多くの投資家の中でこう一歩この先に、まあ出られるというかですね、はい、まあ、みんなが買うよりは安く買えたり、みんなが売るよりはですね、うん、高く売ったりということがですね、できるのかなというふうには考えておりますね。過去の常識、そして集団心理、はい、そして、はい、自分自身の過去の成功体験からも自分を話す、うん、そうなんですね。やっぱりこういう、まあ、タイミングになってきているのかなと思うんですね。そうするとやっぱり次のスライドなんですけれども、うん、こう人の行く、裏に道あり花の山っていうその格言がありますけれども、 ありますね、はい、はい、まさにここにこうつながっていくんじゃないかなと思って、うん、同じことをするよりはこう違うことをしてこう利益にこう、まあ、結びつけていくというためには、うん、投資家におけるその3密回避っていうことをやっていくといいんじゃないかなと個人的には考えています。うん、まあ、新型コロナウイルスの拡大、はい、感染拡大がなお続いているという状況ですよね。はい、まあ、そういう未曾有の事態の中でやはりそれぞれ投資家の皆さんが不安になったりしていますから、まあ取るべき態度もこれまでの常識だったりみんなが考えていることとは別に、あるいは自分自身の体験とも別にということなんでしょうな。はいはい、そうですね。やっぱり、まあ、新しいその生活様式、新しいその投資家スタイルっていうところがですね、はい、まあ、模索していくところに始まりますね。わかりました。吉田さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。